ええ、皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続き法完全制覇の19日目、入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今ですね、弔問手続きを見ているわけなんですが、弔問手続きやってる時の部屋の中ってどんな登場人物がいたのか一旦確認をしてみることにしましょう。まず、当事者の方いらっしゃいますよね。そして、処分をすることとなる行政庁の職員の方もいらっしゃいます。 さらには、利害関係人ということで、今回の処分で影響を受ける、利害関係人のこと、行政手続き法上は、関係人と言っていましたけれども、この関係人の中でも、弔問に参加を許された方、特に重要人物として、弔問に参加することを許された方のことを、参加人というふうに呼んでいました。で、この参加人がいらっしゃると。 さらには主催者ということで、えー、今回の弔問手続きの議事進行役を務める方ですね。えー、この方が主催者という方がいらっしゃるんですが、この主催者っていうのはですね、えー、実は中立公正なそういった立場の人ではないんだなんていう話を以前少しさせていただきました。なんかどうしてもね、 うん裁判みたいなイメージ持っちゃうと、裁判官って中立な立場の人でしょ原告、被告にどちらかに肩入れしちゃダメでしょっていう、そういうイメージがあるもんですから、 なんか、中立な立場の人が出てくるイメージ持たれるんですけど、今回はね、この主催者は、あくまでこの行政庁の指名を受けた方、職員なんですよ。おーということで、もっとイメージしやすいように言いますと、私が聴聞手続きやったときは、えー、実際この主催者やってる方調べたら、 この処分庁の職員の方あ、こっちの職員の方の部下の方が主催者で入ってて、いや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 みたいな、なんかもうズブズブじゃんかみたいな感じで、そうするとね、最終的に主催者って自分の意見を書いた報告書とかをあげるわけなんだけど、 当然その報告書にはですね、なんかこう、<laughs> 処分庁に逆らうような内容ってなかなか書けないわけじゃないですか。だから本来的には、やっぱりここってもう少し中立な立場の人をね、入れるべきなんじゃないのって思うんですけれども、そういう制度にはなってないっていうことは、あもう最初に理解をしておいた方がわかりやすいかなというふうに思います。行政手続き法のね、 学者の先生が、あの、書いた本とかを見ると、やっぱりそこは、あこの行政職員の方の中でも、少しその中立的な立場の人を入れるべきだとか、そういうですね、まあ、ある意味、ちょっと理想論的なところを書いてあることもあるんですが、なかなか、まあ、そうはいかないと、そうはなってないということにはなりますよね。はい、えー、それでは、弔問の主催者は、一体どんな人がなってるのか、条文上どうなってるのか、見ていくことにしましょう。 第19条になります。19条の第1項、こう書いてありますね。弔問は、行政庁が指名する職員、その他、政令で定めるものが主催しますよっていうことで、なんか中立的な立場の人を選べとか、そういうふうには書いてないですよね。法律に詳しい人を選べとか、そういうふうにはなってないですよね。指名する職員というふうになってるだけです。その他、政令で定めるものっていうのはちょっと細かいんですけれども、行政手続き法って施行令がありますから、行政手続き法の施行令のこれはね、3条ですね。 行政手続法施行令の3条に、えー、もうちょっと細かい内容が載っています。まあ今はあんまり確認しなくてもいいかもしれませんが、この動画結構実務、業務に携わっている方なんかも見られているので、そういう方はですね、行政手続法の施行令まで見ていただくといいんじゃないかと思います。施行令の3条で、まあ1号から4号まで細かいことが書いてありますけれども、1号だけ紹介させていただくと、 こういった処分をするときに、まあ合議制のそういった審議会とかにですね、諮問をする場合があります。処分庁は審議会に諮問して答申を受けると。要するに専門的なですね、判断が必要なので、専門機関に一回アドバイスを受けるようなあ、そういった場合っていうのがあるわけなんです。 そのような場合には、この弔問手続きをする上でも、その審議会のメンバーとか入っててくれた方が、専門性を持ってるわけですから、まあ判断しやすいですよね。なので、主催者にですね、その審議会メンバーをですね、もうそのまま指名するっていうこともできますよ、というふうに書いてあるのが、この政令で定められていることになりますんで、まあまあ、よかったら、あの、政令の3条ですね、こちらも見ていただければと思います。施行令ですね。 では、第2号を見ていくことにしましょう。第2号はですね、弔問を主催することとなってはいけない人、弔問の主催者になっちゃいけない人が書いてあることになります。具体的にどういう人かということなんですが、当事者とか参加人の人、この当事者とか参加人の人の人の、例えばね、えー、当事者の、 えー、奥さんがたまたま行政職員をやっていて、で、それで主催者になっちゃうとどうなるかっていうと、これはちょっとですね、えー、まあ、肩入れしちゃいそうですよね。やっぱね、親族っていうのはそういうふうにですね、えー、まあ、当然ながら、あ、身内に味方をするもんですから、そういう人たちっていうのは排除した方がいいだろうっていうふうになってるわけです。この除籍自由なんかに関しては、これはね、あの、刑事訴訟法とか、あるいは民事訴訟法の、 裁判官の除籍自由なんかを参考にしてると思われます。えー、まあ、刑事訴訟法の20条ですかね。刑事訴訟法の20条とか、民事訴訟法は、うんと、新法だと今20何条とかにえ書いてあると思うんですけど、そういう除籍自由があって、こういう場合は裁判官、あまあ、執行、裁判官として職務執行してはいけませんよ、なんていうのが書いてあるのが、あ,ありますんで、 それを参考にしているものと思われますけれども、おまあ、19条の2項では、弔問の主催者となれないものというのが、1号から6号まで掲げられているということになります。細かいですけどね、ちょっと見ていきましょうか。第1号、当該弔問の当事者または参加人。 当事者とか参加人はなれませんよ。主催者にはなれませんよ。まあ、それそうですよね。<laughs> ど,どうすんのっていう感じになりますから、あ当事者とか参加人になれませんし、第2号のところ見ていただきますと、前後に規定する者の,の配偶者とか、四親等内の親族、または同居の親族ということで、身内の方っていうのもなれませんよ。 まあ一応、四親党内というふうにはなってますけど、まあ、親族って言ってもね、まあ、すごい遠い親戚ですっていうことだったらなれるかもしれませんが、四親党内の親族、同居の親族なんかに関してはダメですよ。えー、そして、第3号です。第1号に規定するもの,の代理人。えー、要するに、当事者とか参加人っていうのは、えー、代理人を立てることができましたよね。第16条で代理人の規定がありました。この代理人なんかに関してはなれませんよ。 そして、事情第3項に規定する補佐人なんかについても、なれませんよ、なんていうふうに書いてあります。えー、要するに、まあ、補佐人という方に関しても、なれませんよ、ということで、第20条のところでですね、補佐人という方が出てきますけれども、これはですね、あくまで当事者とか参加人を補助する、サポートする人ということで、えー、まあ、なることができる人。で、私も補佐人としてついていく、なんていうことがあったこともありますけれども、本当は代理人になりたかったんだけれども、ちょっとね、まあ、行政に 脅されててといいいうかか代理人なななんか立てるべきじゃないみたいなこと言われて、それでしょうがなくですね、参加、えー、補佐人として参加したことがありますけれども、こういうような場合にまあ、補佐人の人っていうのも主催者にはなれませんよ。まあ当事者なんかにですね、まあ肩入れしてる人物があ基本的にはですね、補佐人になっておりますから。そして第4号になりますけれども、全3号に規定するものであったものということで、 うん、例えばですけれども、おこれ、弔問の当事者の配偶者、ね。配偶者の方、主催者にはなれませんよって書いてありますけれども、お離婚されて配偶者じゃなくなりましたよ。 で、言ったところで、じゃあ主催者になれるかって言ったらですね、それはやっぱりちょっと難しいだろうということになります。まあ離婚したらなれるって言ったら、まあ離婚投票を出せばですね、慣れてしまいますから、それはですね、まずいだろうということで、えー、もし、えー、仮にそういう状況になったとしても、なれませんよ、主催者には、というふうに書いてあります、えー。そして第5号になりますけれども、第1号に規定するものの、 後見人とか後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人ということで、えー、ま、青年後見とかですね、こういった後見人とかになっている場合、えー、なんかに関してもダメですよ。もうサポート役になっちゃってますから、ダメなんですよ。というふうになってます。ただし、 えー、この4号の後に第5号が入っていますから、これどういうことかっていうと、えー、もし後見人として指名をされていたんだけれども、えー、任命をされていたんだけれども、この後見人から外れた、解任をされたということであれば、主催者にはなれるということですよね。 何々であったものからはこの第5号というのは外されているわけですから、あまあ一度後見人であったとか、以前補佐人であったということであった場合には、あこれはですね、主催者になれるということにはなりますよね。 はいえ。そして第6号です。参加人以外の関係人ということで、利害関係人ですね。え、帳簿に参加できなかったですね。じゃあ利害関係人が主催者として入れるかっていうと、それもやっぱりまずいだろうと。利害関係者を、まあ、とりわけ除くというのが、まあ、この規定の趣旨になりますからあ、それもまずいだろうということにはなります。 はい、えー、これが19条の規定ということになりますが、まあ、主催者のですね、この、役割というのが、まあ、20条から23条にかけて、弔問手続きの中で、まあ、どんな風にですね、主催者は役割を担っていくかっていうのが20条から23条にかけて出てきますし、 24条から26条にかけては、今度はその弔問を受けてですね、主、主催者は行政庁に対していかなるですね、ことをやっていくか。まあ、具体的には弔問調書とか報告書を渡したりとかですね、えー、するわけなんですけど、その行政庁との関係が書いてあるのが24条から26条にかけてということになってまいります。はい。えー、では今日は主催者を見させていただいたということで、以上にさせていただきたいと思います。お疲れ様でした。